本当にですね、なんていうんですかね、下山さん、ちょっと個人的にね、びっくりしたのが、もう遠い過去にね、これもちょっと私のリスペクトをしている浅川真紀さん、浅川真紀さんとかカルメン真紀さんともね、こう絡んでいたんですね、絡んでいたんですね。それちょっと存じ上げて、すごいなと、やっぱりミュージシャンとしての歴史を
感じさせていただきましたです。いつもね、ジュリーがね、バンドメンバー紹介するギター下山ジュンとかね、そんな感じで言うんですけど、そしたらね、下山さんね、見た感じはこうね、すごくパンクっぽいというか、ハードロッカーっぽいというかね、髪型があれなんですけど、大体衣装が、ジュリーのファンの人に合わせてるのかどうか、こうフォーマルの、ね、スーツとか着て、こうギターでね、こう持って、本当にこうすごく丁寧にこう頭をさせてね、なんか人柄がね、そういうところで出るなぁと思ってたんですよ。まあ、それだけの話なんですけど、本当に、これからも、ご自分ね、考えていらっしゃるとか、考えていく音楽人生をどうぞ、楽しんで、突き進んでいってください。私ごときとね、この頃こういうのもあれですけど、とにかく2022年誕生日おめでとうございました。